大盗賊は1962年のフランスの冒険映画。映画の制作自体は1961年に行われたため、1961年の映画と記す資料も多い。フィリップ・ド・ブロカ監督の作品で出演はジャンポール・ベルモンドなど、主人公は実在の人物ルイ・ドミニク・ブルギニオンをモデルにしている。フランスでは公開されると300万人以上の 観客を動員した日本では2020年にジャンポール・ベルモンド傑作戦として大頭脳、恐怖に襲われた街、危険を買う男、王。視とマドモアゼル、警部、プロフェッショナルと共に上映された。1720年のパリ、盗賊団の若手であるドミニクはボスに反抗したため、街を出ることとなり、兵隊に志願する。ドミニクは激しい戦闘の中、 将軍たちの態度に嫌気がさしたため、仲間二人と兵隊たちの給料である金貨を盗んで逃亡する。その途中で美女盗賊のベニスと知り合い、お互いに惹かれ合う。パリへ戻ると、ドミニクは小さい弟がボスに囚われているのを知る。そして彼は、ボスとの戦いに勝ち弟を救い、自分が盗賊団のボスになる。ドミニクは、ベニスと結婚、カルトーシュと名を変え。 金持ちだけから盗み、貧乏な人々に分け合う義族になることを宣言し、庶民の支持を設けるようになる。しかし、富と権力を手に入れたカルト主は、次第に傲慢になってゆき、あろうことか、貴族である警察署長の妻、イザベルをも自分のものにしようとする。ありがとうございます。